はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日のテーマ発表させていただきますよ。今日はですね、名人がなんか遊びに行った帰りにスーパー平和堂さん行って買ってきてくれましたよ。何を買ってきてくれたかっていうと、味付きの豚肉、よくスーパーで売ってるようなやつね。はい、ということで今日のテーマはスーパーで買った味付き豚肉を焼いて飲む、そんな感じです。では早速いきましょう。まずはいつものようにこれから。はい、今日の1本目はこれ、キリンラガービールですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、まあまあいい感じか、ちょっと少なめですね、泡がまあいいでしょう。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。いきまーす。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。やっぱり風呂上がりのビールは最高やね。そんな感じです。はい、まずは一つ目の豚肉ね。レンジで簡単、フライパンでもって書いてあるけど、両方使いませんよ。はい、豚肩ロースステーキ、ガーリック味やね。はい、俺ね、スーパーのこういう味付きのやつで一番好きなのはガーリックかな、やっぱり。ということで2枚入ってるけど、これねちょっと切ってね、もちろん焼肉として食べていくけど、今日はちょっと大きめに切っていこうかな。そして切ってきたら焼きますよ。もちろん屋台横丁さんで焼きます。では切ってから焼きます。はい、では切ってきたんで焼いていきますよ。ちょっとデカめに切ってきましたよ。はい、俺の分と嫁さんの分、はい、1枚ずつ焼いていこうかな。少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたね。肩ロースがガーリック味、早速いただきますよ。これ本当安いのにうまそうやね。俺肩ロースが豚肉の部位の中で一番好き。本当うまいよね肩ロースって。いただきますよ。はい、めっちゃ熱くて口の中がやけどしたけど、それでもめっちゃうまいです。はい、次のガーリックの肩ロース、ガーリック味の肩ロースね。はい、これ焼けてきたよ。めっちゃ美味しそうな感じやね。これを一旦お皿に乗せて、今度はねこれかけていくよ。はい、一味ニンニク、
ニンニクをさらにプラスアルファしてピリ辛にして食べようっていうことね。はい。ああ、ちょっとドバッと出たね。やばいね。そしてさらにこれもかけたろ。山椒の粉。山椒もね、かけるとうまいと思うよ。風味が増すっていう感じになるからね。ただちょっと、ニンニク、一味ニンニクかけすぎた感はあるけどね。とにかくいただきますよ。はい、いただきます。これかけついたと思ったけどちょうどいいね。うん、ちょうどいいピリ辛具合。そして山椒の香りがすごいいい感じ。うん、ニンニクも増してうまなってる。うますぎて一本目終了。そんな感じです。はい、二本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについでいきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そして次はこれ、フライパンで簡単金山寺味噌漬け豚ロース。また豚ロースですけど、まあ今回のは肩ロースじゃないかな。まあでもね、この金山寺味噌漬けって俺食べたことないからめっちゃ興味あるよ。絶対美味しいね。早速焼いていきますよ。少々お待ちください。はい、お皿に移してきましたよ。では早速焼いていきたいと思います。今度は薄切りなんでね、このまんま焼きますよ。薄切りやけどでかいから、2枚ギリギリ乗るか、ちょっとはみ出るかっていう感じやね。はい、こんな感じかな。目いっぱいっていう感じやね。では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じやね。早速食べていきたいと思いますよ。いや本当にこれは金山寺味噌漬け美味しそうやね。金山寺味噌漬けってどこの特産品かわからないけどね、多分千葉やと思うんやけど、和歌山とか静岡でもあるみたいやからね、どこなんやろね。まあ一番有名なのは千葉みたいよ。ではいただきます。はい、めっちゃ味噌がいい感じやね。めっちゃうまそう。いただきますよ。あ、この味
味噌の香りが最高にいいね。これはビールが進むくん。本当、豚ロース肉ってうまいね。スーパーの味付け肉、やばいよ。今日の2種類のやつ、両方うまかった。特にね、金山寺味噌漬け、あれやばいね。びっくりした。初めて食べたけど。まあ、ガーリック味はね、しょっちゅう食べてるけど、だから、銀山寺味噌漬けがあまりにもうますぎた。そんな感じよ。ところで、サルキチ君。今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サルキチです。エアジンさんからですね。キリンの晴れ風、しかもロング缶ですよ。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはん、そこでなんか携帯にらみつけてるおばはんがなんかくれました。なんでくれたかっていうとね、あのおばはん今日休みでね、朝からね、お友達の梅ちゃんとね、なんか琵琶湖の方に行ってね、大はしゃぎして遊んでたんですよ。それで夕方帰ってきてね、さるちゃん楽しかったよ、琵琶湖って大きいね、水あったよ、だからサルちゃんにもその水あったお裾分けでビール買ってきたよ。ロング缶のキリン晴れ風、これ飲んでどうぞってにこやかに言われて、なんかにこやかに言われると腹立つ。まあ腹立っても、お礼だけは言っとかなあかんから、言っとくで。おばはーん！おばはーん！今日はなんか梅ちゃんと遊びに行って、帰りに猿ちゃんのビール買ってきてくれて、ありがとうのー！そんな感じで、今日は猿ちゃんも、これもらって、心がウキウキしてる。そんな感じです。以上。そうやったよね、サルちゃん。よかったね、お土産でいいビールもらえて。まあ今日は名人もね、お友達と遊びに行ってにこやかやったから、うちの家も平和です。そんな感じですよ。と言いながら、ふと時計に目をやると、かなりやばい時間入ってるんで、この辺で撮影は終わりとしたいと思います。俺はこの後、金山寺味噌漬けの豚ロース、まだまだ焼いて食べなあかんからね、ビールも飲まなあかんし、そんな感じですよ。ということで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念。また次回も見てね。やるぴくー。